北欧神話において、スルーズ・ゲルミルは、下の巨人で、元巨人アウル・ゲルミルの息子であり、ベル・ゲルミルの父であった。スルーズ・ゲルミルは、声楽し、バフ・スルーズ・ニルの言葉に登場する。オーディンが、誰が、アース親族の中で、また、巨人の中で、最も年長のものであったかと質問したとき、バフ・スルーズ・ニルが答えた。ルドルフ・シミックによれば、スルーズ・ゲルミルは、 アウルゲルミルの足から生まれた6つの頭を持つ息子と同一のものである。しかし、スルーズゲルミルがただ一つの情報源にしか書かれていない事実が、ジョン・ギンドをして、スルーズゲルミルが詩人によって考案されたかも知れないという提案をさせしめることとなった。追加すれば、第33連によると、アウルゲルミルには2人以上の直径の男の子供がいたことから、 他のものと確定的に同一視することはできない。ありがとうございます。